どうもこんにちは、まごちゃんです。今日はですね、2021年パチンコ総括というお話をしていきたいと思います。はい、というわけで今日はパチンコトークでございます。はい、まあテーマにしたいのが2021年のパチンコパチスロ業界の総括的なことをテーマにね、まあ今年1年をちょっと振り返ってみたいと思いますけども、去年はね、まあコロナということで、ゴールデンウィークとかお盆、あ、ゴールデンウィークぐらいかな、休業になって、まあパチンコ屋にとってはね、もうとんでもない大ダメージの1年だったと思いますけど、そこから1年明けて結局コロナはまあ収まらずというか、まあむしろ増えてるんですけど、まあただね、去年みたく営業停止にせざるを得ないような状況はなかったので、一応1年通して稼働ね、ホールはできたと思いますけども、まあそんな中ね、パチンコ台としてはまあね、やっぱなんと言えども、ガロ、ガロ大ヒットしましたね、ガロ。あとまあ大ヒットかちょっと微妙だけど、まあガンダムユニコーンとか、まあとりあえずね、そのそれまで去年までのゲンさんみたいな、要は高速消化の出玉ちょっとの超高継続みたいな、そういう機種がこう席巻してるというか、そういう風な持ってき方を各メーカーがしている中、今年は、1500発の 80% ルーブみたいな感じの、要は1回の出玉が多い系の高継続機っていうのが主流になってきたかな。まあ主流とも言えないか、まあいい勝負になってきたけど、まあそういうスペックが出てきて、ちょっとこう広がりが出てきたかなと。もう超高継続の連チャン機みたいなばっかりだった去年からちょっと変わったところで言うと、そういう流れになってきたかなっていうところですね。でまあ特にね、あとまたスペック変わってるやつもすごく出てるよね。もう、もうついていけないレベルでスペックが変則なやつ、まあ売ってて多分そんなにあんまり気にするとこじゃないけど、パチンコメーカーが各種ね、創意工夫ないしして、こう本当にいろんなスペックが出てると。まあ、スペックが、まあ、スペックっていうか、まあね、なんだろう、抜け道ではあると思うんだけど、ただまあそんな中やっぱり覇権を取ったのはガロだったんじゃないかなと思いますね。はい、まあガロがね、やっぱ一番ブランド力がそもそもあったっていうところで、さらにまあなかなかに再現性も取れてたし、すごくマッチしたんじゃないかなと。だからガロ入れられなかったところは最悪じゃなかったかなと思いますけど、時々だって400万ぐらいなんですよね、中古価格。いやーすげえよ、あんな台原産の一番いい時でもそこまでいってないんじゃないかな、そのぐらい影響力ある1台だったもんね。まあ今年はもうガロで決まりじゃないかな、代表機ね。まあその前に直前にね、太郎がなんか寝台で入って無理やり太郎入れたところはもう大怪我したと思いますけどまあそんな流れが今年はありましたね。まあただとりあえずね、ピークとしてはもう飛躍の年だったんじゃないかなと思いますね。多種多様なスペックがいっぱい、まあでも多種多様っつってもやっぱりもうスピードなんだね。ユーザーの人はやっぱスピードを求めんだろうね。俺はさ、スピードって全然重要視してないところだから、あんまり好きじゃないんだけど、スピードを追い求める今の姿勢。だからまあそういう意味ではスピードに特化してるっちゃ特化してるけど、まあまあ一応いろんなスペック、さっきも言った出玉多くて継続率も高いやつか、出玉は少ないけどめちゃめちゃ継続率が高いやつとか、まあいろんなの出てきてるから、まあピークは広がりがあってね、まあ来年に向けてもまあすごく非常に明るい兆しが見えてる状況かなと思いますね。はい、まあただね、規制は近々入りそうな気もするので、あんだけ荒い機種が出るとやっぱ規制はつきもんなんで、その辺はちょっと今後の懸念材料ですけど、規制が入らない限りはまあね、これからも来年もね、期待できる状況かなと思いますね。はい、それに対してパチスロ、まあ、6号機ですけども、6号機はもう完全にダメということが、今年1年で証明されたという感じじゃないですかねまあね、徐々にね、 6.2 号機とか出てきて、 6.1、6.2 じゃなかったかな、ごめん、俺パチスロ最近打ってないからあんまり大したこと言えないんだけど、中で結局ヒット作っていうものはなかったっすよね。まあ起死回生のやっぱり結局そのレギュレーション、6号機のレギュレーション、まあ2500枚だと思うんだけど、あれがきつすぎてやっぱりね、他のレギュレーション緩和され、3000ゲーム有利化、3000ゲームとか規
定感はあったけども、やっぱりそこじゃねえんだよっていうやっぱユーザーの方が多いってことだよね。だからそれこそパチンコはすごく稼働で多分良かったと思うし、今年ねパチンコは稼働良かったと思うけど、それって多分やっぱスロットから流れてきてる客も多分多いはずなんで、そういう意味ではスロットはやっぱり完全な冬の時代じゃないかなと、まあ、冬の時代であることを完全に証明した1年だったんじゃないかなと思います。はい、まあ、しかもね今年はまだ5号機あったから良かったけどね、番長3とかジャグラーとかね、5号機使えるものは使えてたから良かったけど、年明け、まあてか2月からか、2月からは完全にP機6号機に行こうということで、まあ本当パチンコパチスロ業界は本当に試練の年とまあ本当は今年が試練の年だったんだけど、まあコロナで1年伸びたんですけど、まあ来年からは確実にね P 機6号機の時代になりますんで、そういう意味では本当に6号機の力が試されるのは来年かなと思いますけど、まあ今の見てる限りはやっぱりその辺の規制取っ払われない限りはもうちょっとしばらく6号機浮上の兆しは見えないかなっていうのが私が思ってるところですね。はい、一番良かったのは何だったのかな、バチスロピンとこねえもんな。やっぱそんだけ稼働してる6号機のバチスロ見たことないもんなまあこれが現実なんだと思いますけど、まあ完全に5号機がなくなってどうなるかっていうところですけど、まあ今のところはちょっと明るい兆しは見えてないのかなっていうのが現状ですね。今年の総括としてはもう完全にパチンコの時代だったなと。で多分この時代はしばらく続くと6号機が終わるか6号機のレギュレーションが変わらない限りはおそらくもう完全にパチンコに特化した状況になるのかなと思いますね。その集客的にもユーザー的にもね、これなんでちょっとスロットは大ピンチかなと思いますね。大ピンチというか、まあ、結構終焉に近いやつですね。ただまあ5号機からね、4号機から5号機になる時もそんな感じでも完全終わってたんでね、私5号機世代なんですけど、最初にパチスロの島に行った時に思ったことは、パチスロって人気ねーっていうところですねジャグラーだけだね。今思えばジャグラーだけ稼働ついてて、他のスロットとか全然人いなかった。5号機の一番ひどい時を私見てるんで、そういう意味でその状況が来年2月から起こるのか、それともあの時よりマシだなって思える光景があるのか、まあちょっと楽しみにしたいと思いますけど、おそらくあの時と同じような光景になるのかなと思ってますけどもね。はい、まあね、来年は6号機ちょっとねやっぱレギュレーション変えていただくかして、ちょっと緩和していただかないとパチスロはちょっと厳しいと。逆にピーキはほんと規制入りそうなんでこれでピーキ規制入ってさ、いろいろまたスペックダウンさせられたらもうやばいね。もうやばい、もうすでに多分やばいと思うんですよ。来年ピーキ6号機完全移行したらもうホールはやばいと思いますけど、その上ピーキまで規制入ったらちょっとシャレにならないなっていう、なかなかのね極限状態ではあると思いますけど、まあ2021年としてはまあパチンコが良かった年と、パチスロはちょっと厳しいなと。で多分この傾向は数年続くんじゃないかなというのが今年の総括ですね。はい、まあガロの年ということでガロ月光の旅人の年だったということだけ皆さん覚えていただければ幸いでございます。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していきますとコンテンツ魅力増えますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは